それではこちらのタイトルについて自然言語処理研究室の間が発表させていただきます。本研究のテーマは機械翻訳です。まず背景としまして、機械翻訳の性能は年々向上してきており、最近ではニューラルネットワークを用いたニューラル機械翻訳というものが主流になってきています。これは Google 翻訳だとか未来翻訳に用いられてきています。ただ、最近機械翻訳が、境筋線というものを境マッスルラインというふうに間違って翻訳して、その結果をそのまま用いたことが問題となりました。このように機械翻訳というものは間違った出力をすることがあるので、我々はその品質を評価する必要があります。ただ出力を人手で評価するというのはとても大きな負担となるので、出力の品質を自動で評価する手法が必要となってきます。機械翻訳の出力の品質を自動で評価する手法として大きく分けて2つ存在しています。まず1つ目が代表的な評価尺度であるブルーというもので、これは機械翻訳の出力と正解文との単語の一致数をもとに評価を行います。人手との評価とも高い相関があるんですが、ただ事前に正解文を持っている必要があるということがあります。次に2つ目として、クオリティエスティメーション、品質推定のタスクが存在しており、これは機械翻訳の出力を人手で再編集した編集文というもので評価モデルを訓練していきます。機械翻訳の出力から編集文への編集距離というものをモデルが推定し、これを品質として評価を行っていきます。ただ訓練用に大量の編集文を用意するのはとても大変だということがあります。そこで本研究では編集文というものを用いずに評価モデルを訓練させて、また正解文を用いずに機械翻訳の出力の品質を予測する手法を提案しました。品質は今回先ほど、説明させていただいたブルーを用いています。モデルの構造は大きく分けて2つで、翻訳するときにニューラル機械翻訳からいくつか指標を取り出して、それをもとに回帰モデルで、ブルーの値を推定していきます。今回用いた指標は大きく分けて5つあるので、まず1つずつ説明していきます。まず1つ目は対数誘導。これは、機械翻訳のシステムが訳文を出力する際における対数誘導、これは、同時確率に対数をつけたものを、単語数で正規化して用います。次に道語、これは訳文中において、訓練データに存在出現しない単語だとか、訓練データの、ある出現頻度で、足切りされてしまって、道語として処理されてしまった単語の割合を用いました。次に原文と訳文の長さ、これは、単語数を用いたんですが、そのまま使うのではなく対数に圧縮して用いました。次に原文と訳文の類似度、これは、外部に存在する事前に訓練された、文をベクトルに置き換える表現で、原文と訳文のコサイン類似度を算出してそれを用いました。最後にモデルの不確かさなんですが、これは、モデルが出力に対する自信の度合いというものを測っていきます。最初に普通にニューラル機械翻訳で原文から訳文を予測するんですが、次にモデルの構造をランダムに減らして20回同じ訳文を生成させます。もし出力に自信があった場合は、多少ランダムに構造が減っても誘導はそんなに変わらない。ただ自信がない場合、多少少し減っただけでも、モデルの構造が少し減っただけでも誘導が大きく変わるだろうという期待のもと行われています。これは先行研究の結果最も効果のあった分散と期待値を考慮した以下の式で算出して、これを指標として用いました。実験です。今回はアスペックと呼ばれる科学技術系の論文を日本語英語間で翻訳したものを用いました。回帰モデルにおいては線形回帰と XG ブーストを用いました。XG ブーストっていうのは複数の重み付けされた決定比の予測を、合計して行うもので、計算速度が速かったり、欠損値にも対応できたりということから、データサイエンスの大会で数多く用いられています。
評価については実際に算出したブルーと回帰モデルが予測したブルーとのピアスとの相関係数を算出して評価を行いました。事前実験としてそれぞれの指標とブルーの相関係数を算出したものが以下になっており、耐水誘導が一番高い値を占めています。結果です。事前実験で耐水誘導が最も高かったんですが、それに対して、全ての指標を用いた回帰モデル以下の2つが最も相関係数が高くなる、また XG ブーストを用いた結果が一番相関が高いという結果になりました。次に先ほど回帰モデルでは全ての指標を用いたんですが、それぞれの指標が与える影響を調査するために全ての指標から一つずつ指標を取り除いて同様に予測を行い、相関係数を算出した結果をこちらに示します。その結果、耐水誘導とモデルの確かさを取り除いた場合に相関係数が下がっているため、この2つがブルーの予測において重要であるということが分かりました。結論です。今回、本研究では人手で編集した文を用いずに評価モデルを訓練させて、また正解文を用いずに約文の品質を予測する手法を提案しました。実験の結果、XG ブーストを用いた場合が最もブルーとの相関が高く、耐水誘導、モデルの確かさ、この2つがブルーの予測において重要であるということが分かりました。以上で発表を終わります。